キャサリン・パターソンキャサリン・パターソンは、アメリカ合衆国の児童文学作家である。1932年、中国のチャンスー省のワイアン市で、宣教師のウィメルドー夫妻の娘として生まれた。一家は1937年から50年の期間、13回の引っ越しをした。父、ジョージの宣教師の仕事と、中国における戦乱のためである。 キャサリンは土地に馴染む暇がなかった。彼女は孤独を紛らわすため若くして創作を始めた。パターソンが最初に身につけた言語は中国語であり、当初は英語の読み書きが困難であった。彼女はそれを克服し、1954年にはテネシー州ブリストルのキング大学を誘導で卒業した。バージニア州の小学校で1年間教鞭を取った後、 聖書とキリスト教教育に関する研究で、リッチモンドの長老派教会教育学校から修士号を得た。パターソンは宣教師として中国に行くことを望んだが、当時の国際情勢では不可能であった。代わりに日本人の友人に勧められて日本へ。日本には4年間ほど滞在し、日本文化と中国文化を学んだ。 このことは、後年の作品に大きな影響を与えることとなった。帰国後、宗教教育に関する研究で二つ目の修士号を取得すべく、ニューヨークに行き、長老派の聖職者、ジョン・パターソンと出会う。夫婦は、メリーランド州に今日構え、二人の子を設け、また二人の養子を引き取った。1966年、パターソンは、 最初の長編小説風え m i を書いたが、出版はならなかった。続いて、児童向け長編ザサインオブザクリサンセマム、菊の門を上司。これは、日本の昔話を題材にした作品で、1973年に、出版された。1977年の、テラビシアにかける橋では、愛や死といった主題を扱い、賛否両論を巻き起こしたが、 ニューベリー賞を受賞し、彼女の代表作となった。パターソンは他に、全米図書賞、国際アンデルセン賞、アストリッド・リンド・グレーン記念文学賞などの受賞歴もある。なお彼女は1981年に、海は知っていたで2度目のニューベリー賞を受賞し、同賞を複数回受賞した数少ない作家の一人となった。 パターソンの小説では若い主人公が重大な岐路に直面し自己犠牲を通して成功に至る他のヤングアダルト作家の多くとは異なりパターソンは死や嫉妬といったトピックを取り扱うことを躊躇しない同情人物たちは悲惨な状況に陥るがパターソンは常に彼らへの同情と共感を持って創作を進めている 彼女は不幸と闘争を描くが、同時にねじれたウィットと抑えたユーモアを織り込むことは、忘れない。パターソン作品の主人公たちは、大抵の場合は、孤独な子供であり、自分自身の抱える問題と向き合うことを求められる。それらのプロットには、作者自身の孤独で阻害された子供時代が、反映されているのであろう。他、短編集、絵本などもある。 ありがとうございます。